お前らみたいなのがいる限り俺は何度でもプレーする <music> はいということで始まりました「サイレン」。 主人公、須田教役の篠田光良です。よろしくお願いします。お願いします。見れてますでしょうかいかがでしょうかちょっと皆さんのコメントをね、早速。あ、来たあ、見れてるよかったです。いや、ついに始まっちゃいましたね。始まりました。ちょっとね、もうね、なんとも言えない高揚感と、 プレッシャーと、恐怖と、なんかね、いろんな感じが混ざってますが、声の方、音の方、いかがでしょうか皆様、気合い入ってますねっていうね、コメントいただきましたけども、いや、実はですね、やっぱり身も心もね、こうやって初めてね、ちゃんとこうサイレンをプレイさせてもらいますから、やっぱりこう、 SDK に、須田京也にならなければということでですね。まずはこの服装。ま、これはあの、イベントなどでもね、着ていますが。こちらもね。そしてこの、高校生がつけそうな時計 <laughs>。やりまして。そしてですね、もう一つ。髪の毛見てください、皆さん。これわかりますかわか、わかりますか <laughs> え実はですね、今日の夕方、 染めてきました。染めてきたじゃないですね。もうリアルに言うと、自分で染めました。はい。あの、ステイホームの時期なんでね、えー、自分で、えー、ブリーチを買いまして、十数年ぶりですかね、髪の毛を染めました。はい。あのー、まあ、一応ね、事務所にもオッケーいただいてますから、そこは安心してください。ということでね、ここまで、ま、ちょっとま、うまいこと、染まったんではないのかなと、はい。若干ね、京也くんより、 ちょっと伸びましたけど、髪の毛。まあでも、こんな感じ、リアルにあったらこんな感じでしょうか。はい。気合いがすごい。はい。もうここまでね、皆さんね、本当に楽しみにしてくださってますし、今もね、チャット欄ですごくあのコメント盛り上がってくれてるんでね、ちょっと僕もそれに応えたいなと思いまして、どうせだったら、はい。ちゃんとね、SDK なんだぞっていうところをね、あの見た目だけでもお見せできたらいいなと思いまして、はい。プレイはね、 あの上の方見てくださいね。皆さん、あの画面の下手くそですが、クリア目指して頑張ります。皆様、力をお貸しくださいということでですね。はい。本当に、度がつく素人でございます。はい。なのでですね、ちょっとね、これがね、どこまでできるかとか、進み具合とか、ちょっと僕もわからないんですが、ちょっと頑張りたいなと。はい。一応ね、初めて見るよっていう方も、 あの、一応ね、アーカイブでは残っているんですが、ルール説明の動画とかね。ちょっと簡単にもう一度だけ説明させてください。お願いします。いきます。まず、ルールその1。プレイ時間は1回1時間の予定。あ、今ちょっとちょうどね、京也くんと京也くんがこんな感じになってますけども。<laughs> はい。これはまあ、あの前後にね、こういう今みたいなえ軽い振り返りとかトーク。そして終わった後にね、ちょっと感想とか。 みたいなね、話をできたらいいなと思うんで、そのプレイ時間は1時間です。でその前後はありますよという感じでございます。ただ、この予定というのは、えー、ここでちょっとね、終わらせたら、ちょっとこう、もうちょっといけそうだなとかね、もうちょっと頑張れば、あのー、今のところクリアできそうだなとか、次のステージいけそうだなっていうところは、ちょっと皆さんごめんなさいと、えー、多少お時間くださいという感じでお願いするかもしれません。はい。え続きまして、ルールその2。 じゃん攻略本は読みます。はい。ね。あの、こんなびっくりマークつけるぐらいね、しっかり言うこともなかなかないですけど、攻略本はね、あの、読ませていただきます。なぜなら、あの、度がつく素人なので、はい。一応ね、公式のサイレン公式パーフェクトガイド、自腹で買いました。はい。こちらをね、まあ一応見ながらといってね、もう見ながらといってもですね、まあ正直あの、本当に、ほぼ、 プレイしたことがないに等しいですよ。まああの、ヒカキボを取るあたりぐらいかな。そこであの、死人にね、襲われて、何回も自分が死んで、ちょっともうメンタルやられて、あの、寝かせたっていうのがあったんで、16年、17年ぐらい前の話ですか。なので、これね、見てもね、ちょっと正直あんまわからないんですが、ただ、いい時代になりましたね。あの、今ね、YouTube とかに、皆さん、こう、上手い方がね、ゲーム実況の方とか、VTuber の方が、たくさんこう、 サイレンをね、ありがたいことにやってくださってるんで。まあ、そういうのをね、見ながらちょっとこう、僕も勉強だけはしたんですが、何せ、まだ一度もいじったことがないので、ここ、この今回ね、その操作性とか、先ほどもチャット欄で教えていただいたんですけど、まあ、これはね、あの、他の方にも言っていただいて、画面を明るさをね、ちょっと明るくしないと、見てる方が真っ暗で何も見えないとえ、そういう話があるらしいんで、まあ、その画面明るさをね、明るくして、 あとなんか、あの、何スティックを左に倒したら左に向くよとか、それノーマルとかいうのにした方がいいですよってのがあって、ちょっとわからなかったんですけど、とりあえずノーマルにしてみました。はい。はい。そんな感じでですね、ちょっと攻略本を読みながら、え、推し進めていきたいと。なので、あの、アーカイブとかあるじゃないですか。えー、今回、アーカイブ、ガン無視する可能性あります。<laughs> はい。なので、あの、まずは8月5日までにですね、今回最大の目標である、こちら。 3つ目のルール、ドン今回の目標は、ジェノサイドエンドはい。ジェノサイドエンドを目指したいと思っています。もうこれかなりね、これ言っても相当無理じゃないかとかね、あのー、いろんな方、サイレン関係者、もろもろ、いろんな方に言われたんですが、ちょっとまあ、ね、ここまでは絶対目指してみたいなということでですね、ちょっとこう、押し進めたいので、なのでですね、ちょっといろんなこの勉強しながら、そしてこの攻略、ボン 見ながら進めていきたいなと。あと、そして皆さんのこのチャット欄でね、生でコメント。そのコメントで、あの、ちょっとこう、気になるのがあったらピックして、ちょっとそれやってみますとかっていう感じでね、できたらいいなと思ってます。そして四つ目。はい。これはもうあの、なんでしょう。うん。大事だよねっていうことだと思うんですけども。はい。これですね。気分転換にときメモ2をやりますっていうね。はい。まあ、これはですね、あの、もうすでにプレイしてるんですが、はい。これはあの、なんでしょう。 サイレンは、京やで頑張って。で、ときメモ2に関してはですね、俳優しながら三ツよただ一人の男として、あの、気分転換に楽しむという。はい。そんなことをやってますんで、気になる方はぜひともアーカイブ見てください。お願いします。はい。ということで、ここまでね、ダーっと色々おしゃべりしちゃいましたけども、えー、皆様のちょっとコメントをね、うわ、すごいもうすでに1000人以上の方、あ、1000人近くの方、ありがとうございます。 ちょっと期待に応えれるかどうか分かりませんが、まずは、あ、SDK だとか、あ、本当にいたんだとかね、なんかそんな感じで楽しんでいただいてですね、プレーに関してはねあの、本当に期待せずに、僕もねあの、まったりもしてられないですけどもあの、頑張ってね、推し進めたいと思ってますんで、よろしくお願いします。ループしないようにするのが一番重要だねと。 そのねだループという言葉はね僕も聞いたことあるんですけどそ,のそれがわからないんですよねだからえ何をしたらループなのか、えー、これをやらなかったらまたループしちゃうよっていうことがあるのかそのあたりがねちょっとね本当に謎なんですね、うん、なのでちょっとあの教えてくださいそういうのも、はい、で僕もあの、まあ、プレイしたことあるねあとゲーム詳しい今ちょうどあの画面にも映ってますけれども石田さんですね はい。石田さんが、江戸さんっていう方がやってるんですけど、これはゲーム実況のプロですから、ちょっとね、江戸さんに聞いたりとかいろいろしてみたいと思います。攻撃の時はスティック逆になるので、焦るに一票。え、そうなのえ、参、まあ、った。攻撃の時スティック逆になっちゃうのノーマルにすると。ちょっとスティック逆の意味がわからない。スティック逆。あ、じゃあ、戻した方がいいのかな ときメモは不定期です。はい。<laughs> ありがとう。ときメモの話聞いてくれて。はい。ときメモも不定期です。はい。<laughs> 温度差がすごい。ね、そう、温度差がすごい、ね。有名な。はい。ときメモも初めてです。はい。あの、サイレンは初めてというか、17年前に一度ね、やったという感じで、ときメモは、えー、完全なら初めてです。はい。そう、癒しは大事。そうですね。 あもうすぐ1000人ね、いきそうで、ありがとうございます、本当に。こんなね、だらだら喋ってないで早くやれよという気持ちもわかりますが、ちょっとだけおしゃべりさせてください。ゲーム聞こえないですけど、音消し、今ね、すごいちっちゃくしてます。うん、今ちっちゃくしてます。これが、どれぐらいがいいかっていうのがね、どうかな。これぐらい、今ね、半分ぐらいの音にしたんですが、 逆にこっち、も俺のほうがうるさいね、ちょっと。どうでしょう、この僕の声のバランスと、ですねゲームの、これ今、ちょっとサイルの音のとこだけだから、この音だけでももうちょっとね、遠くから歌声とね、あれですけど、どうですか、音と、もうちょいいい感じ、もうちょい。 ゆっくりやりまーしよし、しよまーってね、ありがとう。ね、白玉、全財んありがとう。ちょうどいい。あ、よかったよかったよかった。じゃあ、こんな感じでですね。ちょうどスタート画面。いや、ちょっとそうだな、攻撃のところが逆になるので気をつけてくださいだけ怖いね。ただ、問題はあれですね、あの、今回攻撃のところまで行くのかっていうね。あの、果たして僕は非下規模を持てるのかっていう。 ところがね1時間なのでね、ちょっとこれ一度ねこれタイマーをね1時間タイマーかけますんで、これね、今ちょうどこ見えますか、こ1時間って書いてありますけど、これスタートと押したらそこから1時間です、はい。ちょっと迷ってるのがね、これ皆さんこれ攻略本を読んだりとか、皆さんのチャットを読むときにストップさせよう るべきかかどうかというとといこがちょっと悩んんでますがうーんちょっとそれはねやっってみながらでいいいすかはい、ちょっとねそこばっかり時間使ってとかっていうのも怖いしねそうなんですよちょっと攻撃が逆になるっていうのは怖いなでもなそれ後で設定って戻せたりするんですかちなみにあのやっぱ攻撃逆になってるから戻そうっていうのは途中でもできたりします それとももう始めちゃったらその感じですかっていう、こんな感じでですね、皆さんにあの、本当に聞きながら、すいません、無知で。<laughs> 本当にね、こうやって聞きながらね、進めていきたいんですよ。あ、1000人、ありがとうございます、えー。サイレン、ホラーゲームサイレン、津田京也役の篠田光司です。本日はありがとうございます。そしてですね、よかったらですね、ぜひとも、あの、いいね、そして拡散、そして、えっ、ー、と、下の方にコメントとかね、 あとチャンネル登録までだ,だよって方はぜひともお願いします励みになりますよろしくお願いしますどうかなどうかなちょっと今さっきの答えストップさせないと死ぬかもんそのままでいいのではんんんんんんんなるほどやりながら変える大事ですああまあどっちが好きかどうか分かんない戻せる じゃあやってみようか。じゃあやってみましょうよ。ね。ちょうどいい。15分ぐらい喋りましたんでちょうどいいでしょう。それでは皆さん、サイレン久しぶりって方も、いつもやってるよって方もですね、ちょっと僕と一緒にサイレンの世界、浸りましょう。行きましょうか。よし。 これまだですよこれまだですこれまだですねではスタートボタンを押させていただきますいきますスタートニューゲームだよねあのできた緊張するな なんだあれななんであっ都。 出た石田さん、江戸さん、出た。いや、始まるね。え、始まるね。あれだよね、ここはね、やったことあるけど、記憶、ちょっと待って、皆さん、まずね、あのマップ、マップの出し方ってどうやってあるんですか、ま、マップの出し方教えてください。マップってどうやって出すんですか、これ。走って、走るの、すぐ。マップの出し方教えて。 マップマップの出し方がわからないから。ねつい、ちょっと俺ドキドキの声、音が自分の耳まで聞こえます。マップは、セレクト、セレクト。オッケーちょっと待ってよ。いくよ、じゃあ。あ、まだだった、まだだった。なんだよ。なんだよ、読みどきしてしまった。なん うわ来たうわ,ーうわーいや、ああ来た <laughs> いや、急に始まったね急に始まったねええっとあ、はいはいはい、プレハブ小屋でしょプレハブ小屋行って、鍵取って、確かね、それで車でドン <laughs> そうでしょまっすぐ ほぼほぼまっすぐほぼまっすぐちょっと左プレハブ小屋行って鍵取って走っていいのかな走っていいか走っていいかないやもう撃ってるよ射殺します射殺しますっていうオッケーオッケー開けれたえこれ閉めたいあ閉めたい よし電気電気いい電気つけてていいのかな見つかるか見つかるかな机の上に車の鍵が三角ボタンで三角三角三角う、はいはい、んなんかあなんかメールの音みたいになっちゃったびっくりした。 マネージャーからだった窓の窓の外にあれ今ガラッて聞こえたあ違う気のせいかびっくりした窓の外に出られる隙間はないよか…あ、なんか右になんか置いてあるん、ね、え取ったほうがいいアーカイブガムシアーカイブガムシでいいかなあい,やいいよいいよいいよあえいる あっいるあいるあ、しゃがんじゃったえっとどうってしゃがんだ今。うわ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 わいる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 あ邪魔だよだあ <laughs> 早速死んだ。 もう、ね、早速死んだ。あの、捕まった時に、こう、何剥がす方法って教えてください。クソワルタじゃないよ <laughs>。早速死んだ。あんな、もうあんなの、なんか横にあったアーカイブみたいなの見なきゃよかった。剥がす方法、剥がす方法教えて。だって、え、なんて閉めたのに開けたね。 閉めたのに開けたね。剥がす方法を教えて。うん、大丈夫、頑張ろう、ありがとう。優しい。<laughs> 励みになる。ライト消して、あ、やっぱりライト消した方がいいんだ。あ、ちょっと待って待って。えっ、ー、と、レバーをガチャ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 。レバーっていうのはこのスティックでいいんだね。左スティック、右スティックみたいなやつ。それガチャガチャ。あ、ライト消して声入った方がいいんだ。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。いくよ。時間ないからね。 口開いちゃうよ <laughs> ああこっからああきくりした、急に来るからなんでこんなうわ来たうわこの勢いで走ってっライト消えたしてこれ締めたほうがいいよ,よし あれあ、うっ、ん。いや、操作性そ、操作性いや、後ろ向いちゃう。前向きたいのに。うっ、ん。後ろ向いちゃうよ。机の上に、あ、よし、し。操作性よ。来るでしょ来る。来る。 あ、いるいるあどっ,か行ったどいつ出たらいいんだこれ江戸さん江戸さんって言っちゃう石田さんいるよ <laughs> 僕16歳ですけどあえ来てないえ来てる来てるしゃがむしゃがむってなんだっけしゃ,しゃがむってあえバツバツしたしたしたっていうかバツ。 えこれガラッと開けられたらどう思ってなっちゃうえ動かない視界ジャックとかってまだだよね多分んえああいやいやいてもだえ されている暗くて暗くてもう何電気かえ電気なんだっけ?×?バツ違う四角危ない危ない先ですおいって言っちゃったかあったよ鍵開けるはいこれであっ もう一回一回三角を三切れやんのこれすごいんだそうだったっけ一個一個だね鍵を、うん、三角ボタンのメニューから回せますはいおイっちおお16歳だよ うわっいやいちゃったおーおおなんとかいったーああなんとか心臓の音聞こえる耳になんとかいったけどいやこれさ先が思いやられる操作せ鍵取るのになんだあの動きなんだったんだろう みんなのコメント。もう1200人見てくれて恥ずかしいよ、1200人におこんな。すいません、もう。どうなんだ。このこ,こはもう、でも、あれでしょデモみたいな。人公が文句言ってるのるあごめんなさい、そう文。文句じゃないんですよ。はい。あの感想です。操作性っていう感想ですよ。クリア早い早い早いの 赤い水準備するの忘れちゃった。緑の水にしちゃった。すみません、ちょっと伸ばしてください。いや、ちょっとこれ、喉渇くなー。ああ、えー、次は次はなかなか、もう次難しいんだ。石田さん好き。ね石田さんいいね無免。無免許運転ちょっとしちゃったけど、もう仕方がないね。だって向こうも打ってきてるから。 うん。アイテムあるとカメラワーク変わる。アイテムあるとカメラワーク変わるの。そうなのあの瞬間に分かんなくなったよ。鍵のね。なかなか時間かかりそうでしょ。そうなんですよ。だから言ってるじゃない。<laughs> すごく。よし。みんなありがとう。よし。まだ時間大丈夫だよね。 あと48分あるからねっオッケーオッケー,オッケーいやーちょっと待って次なんだっけ腰痛くなってきた緊張してるわ時間戻ったね前の日になったかあ違うかあこのあとだ大丈夫ですか どどう,う1 0番いや救急車自分で弾いたんだぞ来た地<震>来ました、うん、いやヘッドホンからすごいなヘッドホンからす耳の形そっくりいや一瞬映った耳の形 来た来たこの石田さんの顔すごいな。これ自分でやったのかな。モーションキャプチャーなんでね、基本的に。あのおここでセーブ。初セーブ頼むよ。これプレス3でやってるんですよ。プレス3のダウンロード版でやってるんですけど、あの、セーブ、うまいことできるかな。一応あれ作ったんですけどね。あの メモリーカード OK ここでいいあはいはあ音とか声大丈夫ですか皆さん音とか声ああすごいサイレン鳴ってるみんなありがとうすごいねいいねこれが生の楽しさだね オオッッケー、オッケーそしてそっかこっから八尾さんか口乾くね <laughs> 2時間半ぐらい経ってるここで見てもいいんだ傷傷は 今私と共感したでしょあなた原子ができるのああのあの気づいてと言っても無理だよね大丈夫さっき撃たれてでもとにかく私の言うことを聞いて一緒に来てここ。うん 危ない感じがする。ついてきて。綺麗だね、山さん。ついてきてってすぐついてっちゃう今、今でと面白かったね。ついてきてってってす疑いなさい、今日や。オカルト好きの興味、ね、ありまくりの人だから。あ、ちなみに説明忘れてました。これ、後ろを見てくださいね。これ、あの、サイレンのパーカーと、そして、今度ね、謎の T シャツ。そして、後ろにはね、終了条件達成の。 ちょっと気分を上げるためにねサイレン仕様にしてみましたはい意外とねこれね取ったり外したり大変なんでね他の配信の時にどうしようかなって今ちょっと迷ってます、はい、さあもう始まるのもう始まりますかああ疲れた <coughs> 行こうこの赤い水があなたの体に入ったの 流した気の分だけ傷が治ったのは水の力のおかげまだふらつくみたいだけどじきによくなるはずでもよかったこれ以上ううんそれよりとにかく急がないとおいもう来たよ目を閉じて。 意識をゆっくりと巡らして私を探してみてきた視界ジャック L2 ボタンで視界ジャックモに入ります左スティックを視界を盗みたい盗みたい相手のいる方向に倒し映像が見える位置に合わせます丸バツ三角四角ボタンを押すことでそれぞれのボタンに視界をホールドできますなるほどなるほど ホールドは左スティックを入れ直すと解除され入れ直す左スティックを入れ直すと解除され再度ボタンを押すと瞬時に呼び出せますなるほど L2 ボタンで視界弱モードを抜けます L2 をもう一個押すんだね <noise> おお、びっくりした急に現れたこれでホールド <noise> いるね るるじゃん銃いるねやっとく、うん、いるねー、うん、どれがどれだか分かんなくなっちゃったたくさんやりすぎてどれがどれだか分かんなくなっちゃったあこれか、はい、自分の姿が見えた 私の目から見たあなた他にもいくつかの気配を感じなかったたくさん感じました人間じゃないじゃあいいかと気をつけてしばらくは満足に動けないと思うさっき人間じゃない人に撃たれたんですはい左スティックで移動します左スティックを軽く倒すと歩き大きく倒すと走りますはい 走ると歩きよりも大きな物音が立ち敵に察知されやすくなるので注意してください。はい、ああ間違えちゃった。電気消しとるかよくないあれどこ行ったあれ,あれここで待ってて。<れ>呼んだらすぐに私のところまで来て。私は周囲に集中するから。 常にあなたの気配を感じてるってわけにはいかないのそのうちにあなたも私の呼ぶ意識ぐらいはわかるようになると思う視界いああなるほど音も聞けるとはーちょっと疲れたな <laughs> ちょっと待ってよ視界いくしろってことだよねこれねサコを視界いくしサコの合図を 聞いて、移動しましょういったいった右えっじゃ右斜めいはいえ右暗暗暗いあ、いた暗っ 暗いねちょっとえ皆さんの画面は明るいのかな俺暗いはい身をかがめるわあもうさっき覚えました勝手にしゃがんでました、はい、としゃがんだまま移動できますなるほどもう一度×バボタンを押すと立ち上がりますなるほど 俺、はあ、はあ言い過ぎだなこれ逆に気になっちゃう、はあ、るよ母暗いよお立ち上がった、うん、えどうやってちょっと気をつけてついてきてじゃない気をつけてって はあはあすごいから走れないどういうこと屋根,、ね、屋根に上り坂の上を向こうを向きますダイスイックを大きく倒すと段差を降りてしまうので注意してくださいなるほど三角ボタンで出るメニューリストから引き上げるを選択しますはいまた三角 同伴者が離れたところにいる場合は引き上げできる位置に近づいてくるまで動かずに待ってください,、はい、い<や>見つからない敵に, <laughs> 敵,に敵って言っちゃったしびと剛腕だな左手一本で。 スタートボタンでメニューを表示し、四角ボタンを押すとさらに詳しい。ああ、なるほどあ。すみません、先に行こうとしちゃってるな。よっしゃあーあああ、全然覚えてない。視界ジャックの仕方とかまだ全然覚えてない。流れでやっちゃったー。確認しながらやればよかったー。 サク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 いやここだって言われた通りやってるだけだよ。<laughs> いや、ちょっと表情を見られるのは恥ずかしいんだよな呼。呼吸できてないから。呼吸できてないんですよ、多分。ちょっとすいません。ああ、サクサクこれ。いっぱいいっぱいだけど。 視界ジャックは L2。そうだね。視界ジャックは L2 で、えー,ホール、ホールド。三角。四つのやつでホールドできる。四つまでしかできないってことなのか。次からむずいです。いや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 あー、どうしようか。どうしようか。どうしようかな。はー、あ、はーして、はー、あ、はーの音がすごいんですよ。で、あの、皆さんヘッドホンし,たしながら、サイレンやったことあります これ2000何年だっけ ?2003 年とかのゲームですけど、音が右から左とか真ん中とかすごい飛んでます。それが余計に怖い。すごいチームサイレン、はあ。ちょっと待って。次何たえ竹内先生何度の鍵とか。ちょっと待って。難しいこと言わないで。難しいこと言わないで。 ヘッドホン怖いよ。ヘッドホン怖い、マジで。あとあの、今、ノートパソコンで配信してるんですけど、画面をテレビに繋いで大きく見てるんですけど、そっちのテレビの画面がものすごい暗いんですよ。ノートパソコンの方はまだちょっと明るいんだけど、多分、皆さんが見てくれてるのがね、多分、こっちのノートパソコンの映像かな、になってればいいな。暗くなってたらごめんなさい。設定したんですけどね。 うわー、タモン、カモンって言ってるタモン先生だ。でも10、十十あるでしょ。最初からないはないのかまあ。ちょっととりあえず。よしよし、セーブポイント。これは同じとこ、同じとこでやっちゃっていいんですか同じとこでいいんですよね。4つしかないもんね。同じとこでいい。 上書きするい前のプレイデータ失いますがよろしいですかいいですよね別に、うん、うわー出たタモン先生じゃんええー、ちょっと一回とりあえず見てみようね一回見てみよう どこなんですかなんかもうめちゃくちゃですよわけわかんなすぎどうなっちゃったんですかそんなことより何が起きてんですかなんなんですかこれ何なんですかだからついてくるなと言ったんだ先生とにかく村の人探しましょうよきっと騒ぎですよ少し黙っていてくれ <laughs> やだ何これ <何>これはおっみやいいか今度こそ私の言う通りにしようえ私が呼ぶまで目を閉じてじっとしていろわかったな急に来るでしょう違うおっ拳銃拳銃それ よし来い、はい、え急に来るやめてよ竹内多聞の職員証がアーカイブに追加されましたはいちょっと待ってよ「公式パーフェクトガイドタイム」 <laughs> 公式ガイドパ,タバパーフェクトガイドタイムちょっと待ってよちょっと待って、今どこはいはい、なるほど。ここ行って、ここ。初日、2時。あんのよりこと。仮割り、仮割りへの道。へ、到達。88ページ。 ちょっと待ってよ。仮割りっていうところへ行けばいいのね。え、わからん。広い、広そう。広そうだし、うわ、結構、いるな。ちびと。いきなり心折れる嘘。ちょっと待って。 マ,マップセレクトだよね。これ照らし合わせよう。マップと照らし合わせよう、一回。ちょっ。っびっくりした。安野の声。はい。はい、一緒。はい、はい、はい。そして、かいろいろあ広いそうだねー。で、ここか。ここか。ゴール、ゴール、ここか。 あなるほどいやどう考えたって下じゃない突っ切れないあ、いるね。結構、シビトいるな。えいや、ちょっと待って、攻略本だと真逆言ってるけど、いや、なこんな。 いや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 、これ無理でしょう。だって、今回アーカイブ大丈夫ですよ、僕は。アーカイブガンムシですよ。押し進めサイレンですよ。ジェノサイドですよ。<coughs> とりあえず一回視界弱しよう。ね、突き進みましょう。ね、そうだよね。うん。今、今ちょっと皆さんのね、チャット欄のコメントを読ませていただきまずは行ってみよう。そうだね。いきなりドーピング。うん。 いや、右折ダメでしょ。だってこれ、全然遠回りだもん、あそこですよ、ゴール。一回突っ切ってみよう。視界ジャックしてね。分からんから。電気危ないでしょ。おびっくりしたよ。いるね。あこれ怪しいね。さっきの銃か いやもういるやんうたれるもうもういるよそこに <noise> これは <noise> あ違うこれとこれあっあれ ?2 人銃いるこれとこれでしょう <noise> 真っ直ぐ突っ切れるかこれあ横向くあなるほど、うん、これよそ見した瞬間に行けばいいかここあ間違えた間違えた よ,あれより子はあれどうすんだっけあれあれえあれ、しびとえ、あれしびと、えあれしびとだよねあれ、より子じゃないよねえいや、思いっきり見つかりかけてるけど。より子どこ行ったより子だっけ名前、より子だっけ,名前より子だっけ呼ばなきゃだめ呼ばなきゃだめあ え呼ぶ来る結構、一人で来ちゃった。うわっいやなんでやー <laughs> あーなるほどなるほどあそっか。しびとあいつのあれ見とかなきゃいけなかったんだ。あ、な、あ、なるほどごめん。ああ、思いっきり撃たれたね。 <laughs> いや、思いっきり打たれたら、しかもあの死人めちゃくちゃ近かったけど <laughs>。手汗がやばいな。いい、いいですね、じゃないよ。いいですね、じゃないんだって。<laughs> いいですね、じゃないんだよ、みんな。<laughs> 違う違う。そういう、まあ、楽しんでくれるのはいいんですけどね。あの、<laughs> 教えてください。なるほど。えっと、だからあいつが、 呼ばなきゃダメだから一緒に呼んで一緒に動けばいいのかちょっともう一回。マップ。で、どっから狙ってんだあれ。あの橋的なとこ渡った右。高、高屋家っていうとこ高屋家からあ、さっき危なかったのあれかこれかあ、どれだ 何人かいるなでも銃持ってるからね。いや俺銃の使い方が分かんないよ。誰かあの銃の使い方教えてくれません銃,銃の使い方をよりこう打とう撃っといってダメダメ。銃の,あの武器の使い方ってどうやってやるんでしたっけ 一緒に行けばいいんんだねみな R1 で構えてまる。OK。R1 で構えてまる、OK OK。OK。OK。ちょっと試すよ。電気消す。あれじゃなかったっけ電気つけてないと狙いが定まらないとか、なんかそんなのなかったっけちょっと待ってよ。集中して、R1 で。先生の声に従えばいいんですね。 なるほどちょっと声がもうとりあえずこいつもう分かんなくなるからこいつまずこれで困ったら撃とうもうあで違うか「来い」ってしなきゃいけないんだっけああしまったタイミング逃したでもちょっとだけ映ってる。 すぐこっち振り向いてんだなこっち歩いてって大丈夫かな、うん、これかこれで恋してこれで、うん、よりか駆け抜けるよ、うん、いいねもう分かんないけどそれ一番近いからね、うん、はい行きましょういやもう狙われたいやもうもう狙われてる誰どこだうわ 何よまたあいつかいえ、またあいつかい今だってよそ見してたじゃないいや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 歩くかじゃあ。もう走るからかい電気消したのに。すぐ見つかった。何視界ジャック説明しの話を聞け。何何何 ちなみに見つかってない状態で死人に不一致で打つと即死で倒せますへえなるほど上から狙ってるから左から端の下にも行けるえ女キャラは基本打たれると一撃いやいや右から回るのはこれはちょっと危ないよ 右から回ってみるでも、いや、いるよ、結局。でも、十はいないのかな十には気づかれないのかさっきのライフには、はあ。初日でいきなりめちゃくちゃつまずいてる。ちょっと待って、歩く、歩く作戦行ってみよう。ね。歩く作戦。あの、気配を消す作戦でいこう。 電気消して恋し,して,してあの銃だけをこいつ、うんはい、歩けない走っちゃうやばい見つかった <laughs> 絶対見つかった ちょっと待って、地図がわかんなくなっちゃった。地図がわかんなくなっちゃった。どこ行った今俺はどこに行ったんだ今どこにいるんだそうだよね。サイレンの地図は自分の位置が出ないんですよ。ねえ、で、三角を押すと自分の方向だけわかるんだっけそうだよね。なんかそれはね、この間ね、あれで見たんだよな。YouTube の誰かな上げてくれてるやつで。ちょっと三角を押してみるあ、まっすぐ見てね。 えで、ゴールがここ。あれあ、違う違う。ここ。まっすぐ向いてんね。道沿いに、右、右、右。道沿いに当たったらもうずっと、右。道沿いに当たったらずっと行けばいい。その作戦で行こう。まず左に寄って、今、でもまだ、まだどこにいんだ、今 それが問題だなあの家のとこだったら左側のこのあっ出ないね出ませんねあの家のとこだったらまずいなでももうちょっとまっすぐ行って左左左左あぶつかった 暗くて。左左作戦。電気つけたら見つかるでしょう。え。いや、暗くて。 なんでいや達成したけど合ってんの暗くてって言っただけだけど暗くてって言っただけでえさっきのしビとどこ行ったんさっき後ろにいたしビとどこ行ったのおめでとう嘘やったの行けたの合ってんのいやいや まっすぐ抜けただけだけど。こんな広いところ。本当俺これジェノサイドエンドいけますなんか何もなしてない感じの。でも一応あれか、終了条件、一は満たしたか。あのいること、仮割りへの道へ到達だから。 クリアはクリア、笑ってるじゃない笑。笑ってるじゃない。クリアはクリアって言ってる。<laughs> え、第二条件大変になるんだ。うわ、そういうことか。え、そういうことなんだ。え、これ全部やんなきゃいけなくなっちゃうんだ。まあ、その時は、その時考えればいいか。ね。その時はその時考えよう。とりあえず抜けたからね。ご利用しで突き進んだ。ね。 間違え、<laughs> あ,あ、面白いか。間違えてるけど、主人公補正かかってた <laughs>。あ、間違えてたんだ、やっぱり。<laughs> あ、そうなんだ。正規ルートじゃないし、必要行動も満たしてないって書いてあります。あ,あ、そうなんだ。いいよ。ね。行ったから。よしよし。次は次は次は時間大丈夫まだ。うわ、あと18分だよ。 夢じゃないんだ頭おかしくなりそうとりあえずこれからどうするんですか旧阜同士様が戻るまでここに避難してくる人を待つつもり旧阜同士ここって教会か何か俺の知ってる教会と違うような奇妙に見えるかもしれないけどこれが私たちの信仰なの。 ああ俺こういうの詳しくないんでいやボケっとしてんなのかよそから来たあなたが原始できるようになったのも何かのお知らしかも、はああえあ俺が見てきますよいや勇敢やめ,やめときなって勇敢に天地教の伝アーカイブ こういう、ね、勝手に来てくれるアーカイブは助かりますね。自らは拾いに行けないから。よしよしよし。ああ、なんか背中まで痛くなってきた <coughs>。まずね、とりあえず、ちょっと今のシーン、ね、今のところはちょっと、先生のところにはなんかちょっとこう、後々大変そうな気がしたけども、とりあえず進んではいるよね。 うん、ちょっと今のうちにね、ちょっと、やばい、ちょっとやばい、みんなのコメントと、この攻略本がないとやばくなってきたぞ。理解できる前に先に言ってんだよ、あ、ま、牧野さんだ。牧野さんだ。いや、ちょっと待って、丸腰牧野でしょ、これ。 まさかオさん。みんなどこにこれはおいポンポンいくね三光田さんねこの宮田牧の役のね光田さんは。 あの、二役やってましてね、声切り替えてるのすごいですよね。いい声してるし。すごい僕もね、いつもお世話になってるんですよ。優しいし、はあ。だから、ね、あんまりね、殺したくないなけど、丸腰だからね。ちょっと待って、もう始まるのかちょっと待って、そんな、いろいろ言ってる場合じゃない。えっと。 りいの道へ到達うんあれこれさっき俺須田京也でやったとこと一緒一緒か一緒のところかこれ一緒だねん一緒だね 須田京也でやったとこと一緒で、何かが違うのかい。ちょっと待ってくださいよ。うん。あ、死人の数かな ?1、2、3。1、2、3、4、5。あ、すごい増えてる。2人増えてる。丸腰牧野さん。あ、そして本人、来てくれてますか 水田さんありがとうございますあの殺さないように頑張りますんで <laughs> ねえ三沢さん絶対に殺さないように頑張りますんでよしちょっと待ってよ武器は絶対ないでしょ <noise> あれ近っ地下もうそこにいるじゃん 多い,ちょっと多いねーあるわけ分かんなくなってきたあれあっ分かんない,、うんうん、んない,い,いどこどこ,どこちょっとどこちょっとさっき最初のあれ視界ジャックするのって難しいねこれか なんだこれこれどこにいるんだいやめちゃくちゃ拳銃向けてあえそ,そこ上がってくるじゃないのだってすぐ撃たれるすぐ撃たれるやつあれもう一匹いなかった動き回ってたやつこれこれはあこっちあれあこれわっ 何してんだこれはあの最初にあの近くにいたやつだよこれはなんだああうわすごい近いもう丸見えちゃもう見えちゃうんじゃないこれ駆け抜けるか 駆け抜け巻きのやったろかい、これ。これじゃない今のとこじゃないもう。一緒でしょほら。おいおいおいはいはいマップはい、マップ,、はい、マ,ップ,マ,ップマップ休憩マップ休憩駆け抜け巻きの 駆け抜け巻きの大成功。それで駆け抜け巻きのはいいんだけども。仮割りでしょだからさっきと、あの、八尾さんと同じとこ行くんでしょこれ。駆け抜け巻きのして、それで、あ、うわなんかこっち側に一人いるな。 駆け抜け巻きのしてでここにいるのこれなんだ一人いるんだよなこれさえどうにかできれば裏裏でまた駆け抜け巻きのでさっきのところに登ればいいんじゃないのなんかプラグを挿して濡れた手ぬぐいを冷凍庫の中に入れるっていうちょっと わからないこと書いてある。やったほうがいいのなんかラジカセのカウンターを0705に合わせてえ、ズンズン進んじゃダメなかな後々後悔することループになるのかいこれ。ごめんなさいね、わけわかんない。初めて見てる方わかんないですよね。 でも大丈夫安心してください僕もちょっと全然分かってないんで <laughs>、分かってないんで駆け抜け巻きのでとりあえずねこれでお急に出てくんなよえここか違う、うん、うわー うわーうっ方向的にはこれだなえこれかんえこれどうしううわーお,いお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 いえどうしよう駆け抜けれるかこんなとこ そのの辺じゃない,その辺じゃないだって駆け抜けるかこれこれがどこにこれがどこにいんだ草むしりはどこ草刈りか草刈りは草刈りは,刈りは動き出すんじゃないだろうね これかい米屋の横かい<ん>米屋の横のところで草がってるから<ん>ちょっと覗いてみるか あ、いや、実家あ、見つかったやばやばいやばい駆け抜け、牧野や駆け抜け、牧野駆け、あ、牧野駆け抜けろ銃はえあや駆け抜けて、また強引に行っちゃった <laughs> 駆け抜けて強引に行っちゃったまた何もやってないけどえ、いいのかな俺、後でこれすごい苦労するんじゃないですかこれもしかして。ナイスって言ってくれてるけど。駆け抜け巻きので行けたよね、<laughs> みんな。いいのとりあえずいい ここんな強引だけどはああっ宮古 <laughs> あうわてた問題のとこだ大丈夫だあのさなんかここめちゃくちゃばい状態みたいだしとりあえず 教会にに一緒に行こううその犬はも死んでるっぽいし言い方デリカシーないぞごめんごめんとにかくそれは怒るよデリカシーそういうとこだよその犬はもう死んでるっぽいしじゃないのよ大丈夫って優しく入ってからのデリカシーのなさよ ちょっとね、はい、ということで、駆け抜け牧野であの強引に突破しましたが、その後にね、ちょっとあの本人から本人へのダメ出しということで、ちょっとデリカシーのなさ、まあ、そこがあの16歳ならではということでね。今どれぐらいですか、時間は。あと5分うわ、あと5分 いけるんか駆け抜け巻きの来たからね。早くない時間。あと体痛。ああ。はあ足も痛くなってきちゃった。これサクサクお、ヒカキ棒次 いや、無理だろうがとこ踏んで日課希ボンとこクリアすんの。トラウマなんですよ、そこ。ロケハンロケ、ロケハン気分でちょっと待って。じゃあ一回だけやってみようね。ああ、それで死んで終わるのか、今日一回目初回地獄だな、それ。よりによって。いや、もうじゃあもう駆け抜けマキラの手前で。 終わわっっけばよかった、ね、うわ自分死ん終わるんかこれん <laughs> 大丈夫もっとゆっくり歩いてよ見えないじゃないえー、どういうことケルブじゃないと。 やっぱりダメあれもしかして目がみ <laughs> <古>来たまだお前の役目は終わってないだろお前がいなければ続きを始められないジューン <laughs> あっち側に行くのも時間の問題かあっち側妹が世話になったみたいだなとりあえず礼を言うよ 妹と、兄を殴る妹、目見えないけど、はすぐ分かるそうなんです、初めて、ね、サイレン見る方、あのヒロインのみやこちゃんはですね目が見えないんですね。なので、そこはね、一緒に行動するときは気をつけなきゃいけないっていうのはね、あるんですよ。 っていう情報だけはあるんですけどねこれ情報を偉そうに言った後に全然できないっていうのはやっぱりねちょっと切ないですよねいや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 もう絶対自分でやって死んで終わるパターンだ、はああちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、えー、っえっとえっとマップ めちゃ広。はい、めちゃ広です。めちゃ広です。ヒカキボーおおここでしょうね、これさえ持てばもうね、鬼に金棒、SDK にヒカキボーっていうね、言葉があるぐらいですからね。ここでね、まずヒカキボーを絶対的に取んなきゃいけない。ここから、ここ。 はいはいはい。でゴールがえっ、ー、とゴールど,どこ目指すんだっけタボリ集落タボリ集落。こ道。ここ。いや遠いな遠いなまだ地図の広さの感覚がわからないから。とりあえずね。地下規模。 こうやっぱり撮るところを皆さんにねお見せしたいよねミヤこいるあいるいるあれこれ来るんだっけ一緒にあ違うか死滞弱してあげなきゃダメか、うん、これか、うん、これかあ来る来る来いおいで いやあもうこの湿気の感じがもうね日本のホラーっていう感じでここここ今登れるかあうんうんはいいやあ広いーダメダメああいるいる ちょっと待って視界ジャック分かんない遠いのかまだ。 こんなとこで鳴ったタイマー。<laughs> びっくりした。こタイマーの音にびっくりした、こっちは。ちょ恥ずかしいよ、ダブル京野で。タイマーの音にびっくりしたよ。1時間経っちゃった。お時間、いや、お時間だ。お時間、こんなとこで絵開き棒を取りたかったよ。 ヒカキ棒を取りたかったなあここまで来たなら、なんだこれ。ヒカキ棒を取るでもさっと待って。ちょっと待ってください。ヒカキ棒を取って、すぐ死んで、いや、皆さん今日は本当に初回ありがとうございましたっていうの。辛いな。<laughs> あの、一応、初めてなんで、ね、あの、再練配信。それいきなり最後、死んで終わるのきついな。 ここでいいですかここで、で、次回はヒカキボウを取るっていうところからスタートするでいいですかメンタル持たんかもしれん。いいみんな、ダメやれやれって気持ち分かんだけど、こっちのメンタル考えて。最後、自分死んで終わるのを。うん、はヒカキボウを取りましょうよって言ってる。ヒカキボウを取って死んで終わるよ。 ヒカキボ当たって死んで終わるよしそうだな次回 SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指して見た生ゲーム実況 SDK 初めてのヒカキボ高額を期待はい ということでですね。まあ、まだまだ焦りなさんなということで、とにかく、あの、どれぐらい進んだのかちょっとチェックさせてください。ちょっとチェックさせてください。なんか結構サクサク進んじゃったっていうか、多分進み方間違えてるでしょうけど、行っちゃったとこがあるんですけど、今、1時間で、おおよそ、まあデモを抜いたとして、1、 2、3、4、4つ !1 時間で4つでも最初のとこは難しいとこじゃないからね。なんとも時間は計れませんけども。うーん。うわーありがとうございます。気がついたら1400人の方が。はぁ、あ、下手でごめんなさい。<laughs> ちょっと分からずほんと進んでるんでね、あの、後で苦労するかも分かりませんけども、ちょっとそこまでにね。 あのー、もっといっぱい読んで、で、いろんな、あの、方のね、YouTube とかいろいろ見て勉強して、まあ、こんな人いないかこんなご利用してきた人は。でもちょっとね、あのー、まあ、初回ということで、お目に見てください。とりあえず4つ、はできたと。いうことで、まだまだ、あの、驚くほど先が長いです。はい、ちょっとですね、どうなるかわかりませんけども、 えまずは、津田京也少年、16歳男の子、そして私、改めまして、津田京也役演じました、新田光之です。今日のために、自宅で家で髪を染めました。ちょっと似てるね。色の抜け方がやっぱり。あの、ここまで見てですね、もう下手だけど、もう応援してやろうとか、よく頑張ったとか、これからも楽しみにしてるよって方は、ぜひともいいね、そして、拡散、そしてコメント、下の方にですね、またコメントで、 くれたりとか、あとチャンネル登録まだだよって方はぜひともお願いします。励みになります。はい。こんな自分ですけども、下手くそですが、ちょっとクリアー目指して頑張りますんでですね、ぜひとも皆様、これからもね、今後も力をお貸しください。はい。次はね、どうしようかな。ちょっとまたあの、ツイッターなどでね、告知したいなと思うんですけども、うーん。土曜日。今週の土曜日、 やろうかなと思います。はい。多分土曜日の夜。あの、その、土曜日はね、ちょっとね、別でやってる、僕、自分でやっているショールームもあるので、その前、それが多分10時とか10時半ぐらいからにすると思うんで、8時ぐらいからかな。土曜日の夜8時ぐらいから、まあね、せっかくなんで皆さんが楽しんでもらえる時間ということで、やれたらいいなと思っております。はい。いやー、あっという間だったというか、なんというか、 あの、体全身痛いな。明日動けるかな。明日ね、ちょっと心配ですけども、また土曜日ね、ぜひとも、あのー、見に来て、遊びに来てください。そして、指示を、ご指示をください。助かります。ちょっとね、強引に来ちゃったんでね、仕方がない部分もあったんですが、あのー、ぜひともね、あの、皆様の力を借りながら、そして、このね、公式の攻略本の力を借りながら、 あとは皆さんのね、YouTube とかに上げてくださっている、サイレンね、やってくださっている動画を見ながら勉強してですね、進めていけたらなと思います。はい。えー、ちょっとね、バタバタとここまで来ましたが、こんな感じでですね、SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指してみた生ゲーム実況やっていきたいと思いますんで、皆様、これからも応援よろしくお願いします。頑張ります。はい。ということでですね、 たくさんのコメント、本当にありがとうございました。嬉しいです。ね、チャット欄の皆様、本当に、またぜひとも遊びに来てください。いつでも待ってます。っていうことで以上、えー、サイレン、主人公、須田キオ役のしなみ井光しがお送りしました。ではまた、会いましょう。アーカイブもぜひとも見てね。